はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルージです。今回は PSP のゲーム機動戦士ガンダム木馬の奇跡続きをプレイしていきたいと思います。ガンダム系のリアルタイムストラテジーのゲームになっています。前回はいわゆるガンダム第一に立つということで最初のステージをプレイしました。今回その続きになります。早速ブリーフィング画面に移ります。民間人がこのホワイトベースを動かすことになった経緯についていちいち議論してる暇はない。ブライトさんですね。確かなことは我々には余分なパーツは用意されていない。モビルスーツの性能を当てにしすぎず戦いはもっと有効に行うべきだ。ブライトさんがアムロに言ってましたよね。民間人だろうと何だろうとモビルスーツを任されたらパイロットだ。この艦を守る義務がある。嫌なら今からでもサイドセブンへ帰るんだな。コロニー建設を利用するため月の反対側に牽引されてきた小惑星、連邦軍唯一の宇宙基地、それがこのルナ2前哨基地、前線基地だ。この領空域には連邦軍の補給艦も定期運航している。遭遇した場合安全に領空外に出るまで護衛の任務も怠るな。それともう一つ我々にとって良くない知らせがある。どうやら例の無砕級系巡洋艦に持っていて指揮を取っているのは赤い彗星らしい。ルーム戦役で5隻の戦艦をザク1機で沈めた勲功は伝説に値する。シャア、赤い彗星と恐れられるジオンのエースパイロットだが我々にも勝機はある。シャアの無才とでこれまでの戦いで戦力が損耗しているはずだ。再びシャアに我々を攻撃する機会を与えることなくこちらから奇襲するモビルスーツアタック、敵が仕掛けてきたその戦法だ。ミノフスキュー粒子を散布、シャアの目と耳を奪うんだ。いいぞ、この作戦はいい。我々はシャアに勝てるかもしれないということです。定期運行中のコロンブスを護衛、ホワイトベースが撃沈された場合は敗北という内容になっています。実はですねプレイしてみました。負けました。結構難しいなと思いました。ただそこでの反省があるので今回はうまく立ち回っていきたいと思います。ではまず編成を、行っていきたいと思います。で編成の方はですねアムロのガンダム、あとはプロトタイプガンダムを補給として入ってきてますので、これにヤザンを乗せたりなんかしてですね、うまく戦力化していきたいと思います。 では編成が終わりました。ご紹介していきます。まずはアムロですね。ここは小隊の編成ができないという、イベントに絡むところだと思うんですが固定になっていましたアムロです。そして第2モビルスーツ小隊、ここにはプロトタイプガンダムでヤザン、ガンキャノンのカイ、ハヤトと配置してあります。でさっきの戦い、前回の戦いで得た経験値は割り振り済みです。ガンタンクにはセイラさん、クリスチーダ、デンパサーク、この辺りを乗せています。で、ちょっと戦力にはあまりならないかなと思うんですが、ボールにジョブジョンを乗せているというところですね。ではこれで出撃していきましょう。あとですね、乗組員も結構面白くてですね、例えばブリッジであればオスカーがいたりですね、ハンガーデッキにはオムル、メガ粒子砲の砲術家にはロウル、フムラ、機関家にはマクシミリアンなんかがいてですね、結構面白いですね。この辺りも経験値を割り振って強くしていくと、そういうイメージですね。いいところはですね、失敗しても経験値は入ってくるので、強くして再戦ができるというのはね、いい点かなと思います。では、ステージ2、ルナ2強襲作戦です。では、早速ですが、ここにですね、ムサイがいます。シャアが乗っていたファルメルですね、いわゆる。ただこのファルメルはですね、イベントの進行の関係上をしばらく攻撃することもできないです。で一方こっちのマップの下の方からですね、ムサイが2隻入ってくることが分かりました。これはやらないと分からないことです。なのでこのムサイに対処するために、向かわせます。ホワイトベースとアムロを向かわせます。この辺りでですね、アムロをこのファルメルに向かわせたりしてだいぶ無駄をしてしまいました。接近する物体2つあります。モビルスーツのようです。
ジオンのザクか。ファルメルは攻撃できないの。このスピードに迫れるザクなんてありはしません。シャーが出てきましたね。一機のザクは通常の3倍のスピードで接近します。このシャーにはですね、ヤザンをぶつけて撃破さっきできたので、連邦軍のモビルスーツの性能とやらを。もうね、ヤザンがね強いんですよね。さあ、敵が迫ってきてるという情報が入ってきてますが、まずはヤザン、カイ、ハヨトでシャーを撃破します。ここはですね、ヤザンのプロトタイプガンダムがめちゃくちゃ強かったので、シャーを撃破できちゃいましたね。で、ヤザンはシャーとの戦闘を終えたら一度ホワイトベースに戻して、すぐに補給に入ります。連撃でシャーを撃破していきましょう。さあ、シャアを退けました。順調ですね。ではスレンダーも撃破しておきます。で、これ全体マップです、マップの右上の方から入ってきているのが補給艦コロンブス2隻です。これも護衛対象に入っています。ミサイルが入ってきましたね。ではホワイトベースは射撃戦に入りつつ、モビルスーツ隊を発進させていきましょう。ここはまずですね、ヤザン隊で、あとですね、実はセーラさんのガンタンク部隊、これも結構強かったので、出撃させていきたいと思います。さあ、これでムサイが2隻入ってきました。ここですね、これ早めに撃破したいなと思いますので、アムロも向かわせます。ではセイラさんはムサイを射撃戦で仕留めにかかりましょう。本当にね、このセイラさんのガンタンク部隊結構強いんで、ムサイであれば十分に対処できるかなと思います。射撃戦に専念します。仕留めましたね。まあ、そもそもミサイルもだいぶ傷ついてたよ、ね、で、撃破するとですね、ここからモビルスーツ隊が飛び出してくるので、これも処理する必要があります。こんな感じで、撃沈したミサイルからモビルスーツ隊が飛び出してくるんですよね。これをさっさと処理します。で、数でいうと2から3のモビルスーツ小隊が出てきますね。なので、ムサイにしてはちょっとモビルスーツの数積みすぎかなという印象はあります。新松永がいました。ここでね、アムロが撃破されたのが前回敗北したステージになります。これちょっと迂闊だったかな。ガンタンクで倒せるかな、ちょっと心配ですね。射撃戦に持ち込めれば強い。さすがセイラさん、新松永を寄せ付けなかったな。レベルを少し上げたというのはあります。前回失敗してもですね、経験値は入ってきたので、その経験値を、セイラさんに振ったっていうのもあってですね、セイラさんのガンタンク新松永を難なく、まさに難なく撃破してくれました。再びセイラさんのガンタンク、ガンタンクの方がアムロのガンダムやヤザンのガンダムよりも無双してくれてる感じがする。この火力、ガンタンクが無双してる、強すぎる。これであれば戦えますね。よくもこんなくたびれた船が現役でいられるものだな。ドレンショイ、は、映像回線を開け。はい。ガンタンク着火しました。ここにガデムのパプアが出てきました。マップの上側ですね。ただこのパプアもまだ攻撃できないので、イベントの関係上ですね、攻撃できないので、ホワイトベースはルナ2の近くに近接しておきます。次の敵に備えるということですね。了解。さあ、新手が出てきました。どこから出てきたか確認します。マップの左下、この辺りから出てきてますので、ここに、では再び部隊を出していきましょう。
まあ、出すのはやっぱり今一押しのセイラさん、ガンタンク部隊を出しましょうか。本当に強いですからね。シャアの無才に接近する船があります。補給艦？わかりません。約5分後に接触します。ちょっとガンタンク足が遅すぎて遠い無才には不向きなことが分かったので、ヤザンに切り替えますね。ガンタンクはホワイトベースに戻して、敵との戦闘に備えましょう。新手の遠くにいる無才はヤザンに任せます。了解。重火事。さあヤザンが無才に取り付きました。取り付いたらすかさず局地戦に持ち込んで、この無才、それと搭載しているモビルスーツ隊、これを殲滅します。ヤザンもレベルだいぶ上げたので、前回はこの時すでにハヤトが落ちている状態だったんですけど、今回はハヤトが健在。では無才下にかかります。こいつ、元気ですね。まあ、本当に失敗してもレベルが上がる、レベルを上げるための経験値が入るということで、まあ、難しい局面もあったんですが、レベルをやる、しっかりやり込むことで攻略は進んでいきそうなゲームの作りになっていそうですね。これで無才撃沈です。でこの後は出てくるモビルスーツ隊を撃破していきます。さあ今ですが画面の左側で、まあ、シャアがガデムから補給を受けているという状況です。そこに対してホワイトベースが今急行している状態ですね。パプアがそこに突っ込もうとしている意味がちょっとよくわからないですけどね。赤い彗星が補給を欲しがるとはな。どうしようやったのか。ガデム、敵は目の前だ。一刻を争う。分かっているよ。わしがそんなにのろまかね。年の割には素早いはずだ。ハッチ開け。コンベアパイプドッキング急がせ。さあガデムに対して攻撃準備をしておきましょう。モビルスーツ隊を出します。まずアンブロ、もうねこのガデム、そしてシャアのファルメルを取り囲むようにですね、出撃をさせておきます。そしてあ、なんといってもヤザン隊。ヤザン隊はいつまでいるのか分かんないですけどね。ずっといてくれればすんごく心強いですけど。でセイラさんも出しますと。こんな感じですかね。セイラ行きます。まだここにあの敵の体力ゲージみたいなものが出てないと思うんですけど、この状態だと攻撃対象にならないんですよね。なんかホワイトベースは攻撃を仕掛けてますけど。さあホワイトベースはマップの上側に回り込みます。でモビルスーツ隊は逆にですね、マップの下側にいて、まあ、あの敵を挟み込む、攻撃する、まあ、そういう形を演出していければいいかなと思います。さあ完全に敵を取り囲むことができました。あとはイベントが進むのをちょっとだけ待ちます。ガデム、運んできたザクを放出しろ。ああ、なんとかしよう。マチュー、フィックス、船の外でザクに乗り移る支度をしておけ。私は先にモビルスーツで出撃する。さあ、パプアの方だけなんですが、ザクもミサイルも食料もシャアに渡してやる。補給部隊のメンツにかけてな。ザクの放出はどうなっておる？まだ完了していません。うわあ、敵の攻撃です。コンベアパイプをやられた。船を無才から離せ。補給物資はルナ2に放出する。ザクをシャアに渡さにはならんのだ。パプアだけ大量ケージが出てきました。パプアを集中攻撃します。ザクを渡したぞ、受け取れ。よし、マチュー、フィックス、ザクに搭乗しろ。マチュー、フィックス、私についてこい。
さあザクも出てくる状況になりましたので、まあ、ちょっと早めですが早めにまずはパプアを撃沈します。このパプアも結構硬くてですね、さっき敗退した時にはこの最強ガンタンク部隊でも撃沈ができませんでした。今回どうかな。あ、ただもうここまで減らしてる。事前に陣形を組んでおいたのが良かったですね。あっさり撃沈です。ではあとはモビルスーツ隊ですね、シャアをはじめ出てきていると思いますので、これを撃沈していきたいと思います。ガーデン落ち着け。止めるな、わしの船をやられたんだぞ。やめろガーデン、貴様のザクでは無理だ。このザクとてわしと百戦錬磨の戦いの中をくぐり抜けてきたのだ。にわか作りの連邦軍のモビルスーツなど一撃で倒してみせるわ。さあ局地戦に入っています。ここにガデムがいますね。このガデムに対してはヤザン隊を出して仕留めましょう。その前にマチューフィックスがいます。これもヤザン隊で倒していきましょう。ハヤトとカイもレベルをちょっと上げておきたいのと、ジョブジョンとかね、その他のメンバーも戦力底上げという意味では早めにレベルを上げておきたいのでポイントを稼いでおきます。強いガンダムのビームライフルでザクの GD ですね。キャノンも炸裂。ではこの後残っているガデム、あとはシャア、これも撃破していきたいと思います。続いてガデム戦です。ガデムはレベル28、結構強いですが、まあ所詮ザクワンですからね。海外のものは放出したはずだ。敵を倒したら収容してくれよ。このガデムは丸腰で出てきました、ね、周りが遠いわ。ショルダーアタックみたいなしか言ってきてましたよね。連邦軍はこれほどのモビルスーツを開発したのか。撃破完了。さあシャアに向かいましょう。ここはアムロを使いたいところですね。ちょっとアムロがシャアに対してどこまで有効かわからないですが、せっかくなんでシャアを使いたいところです。パプアがやられ、ガデムも死んだ。どういうことなのだ。モビルスーツにしろあの船にしろ、明らかに連邦軍の新兵器の高性能の前に敗北を喫した。それはわかる。しかし一体どういうことなのだ。連中は戦法も未熟なら戦い方もまるで素人だ。どういうことなのだ。はい、シャアと戦うことなく終わりました。ちなみにこの前にやられた時はですね、シャアもこの後も戦うことができましたね。でその時はパプアが撃沈できてませんでした。なので状況によって、イベントの進み方とかね、戦闘の推移とかも変わってくるのかなというのが分かりましたね。はい、というわけでステージの2番、ルナツ強襲作戦攻略完了になります。経験値は1回ステージクリアしたときにドカンと入ってきますが、リトライしたときはそれほど入ってこないですね。今47しか入ってこなかったんですが、この前敗退したときは700近く入ってきていたので、まあ、そのあたりの違いはあるかなと思います。ガンキャノン、ガンタンク補充受けられます。ライラさんも来ますね。これ大きいな。その他ご覧のキャラクターが入ってきてます。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいと思います。